アスの大谷翔平選手が、17日に行われたレッズ戦で見せた活躍が話題となっている。本拠地での試合で、3回に放った13号ツーランホームランにより、メジャートップの本塁打数に並ぶとともに、圧倒的な成績を維持している。データ提供企業、コーディファイ・ベースボールによると、大谷の今季 OPS は 1.115 に達し、これがドジャース史上最高のペースであるという。旧記録の 1.081、ペリー・シェフィールド、2000年を上回るペースで、歴史的な数字を更新する可能性が高まっている。OPS とは、出塁率と長打率の合計で得点への貢献度を測る指標。この数値が示す通り、大谷の攻撃力はドジャース史上、未だかつてないレベルに達している。今季の活躍が期待される中、彼の名前は球団史に新たな1ページを刻むことになりそうだ。大谷選手は、仮に投手での復帰がうまくいかなくても、打者だけで十二分すぎる成績を示せることが今季証明できそう。日本人の誇りやな。大谷の13号にはただ嬉しいわ。これまでの OPS 上位4桁より、上の日本人打者が現れるなんて思わなかったわ。大谷翔平って人の OPS が人間に出せる数字じゃなさすぎて、まだ現実に存在してるのか信じられてないわ。これで投げられたら200近い三振を取れる投手ですってなんや。ロサンゼルス市が、5月17日は大谷翔平の日だよ、と決めたその日に第13号ツーランホームランを打つ男。もう言葉が出んわ。まさに怪物やな。投手としても復帰が期待されるけど、打者だけでも十分すぎる。大谷の成績を見るたびに、彼の凄さに驚かされるわ。これからも応援するぜ。13号ホームランでメジャートップに並ぶとか、大谷のバッティングが異次元やわ。本当にすごい選手やな。大谷の今季 OPS って、もう神の領域やんけ。信じられん数字やわ。どんな状況でも結果を出す大谷。これからも記録更新してくれ。